ー、これいい勝負だな。すごくいい勝負してますね、今。これ。どうだ、どっちが先に動くか。でも向こうの方が早い、基本的に。向こうの方が基本的に早い。耐えて、よし、なんとか。あと一発当たる。あと一発当たれるよ。ギリギリ。スライム頼む。会心で決めてやれ。せーの、はい。あー、待って待って、これやばいよ。ドラゴンキッズが動いて負けじゃないのこれ。避けて、避けない、きたー、サマヨル頼む、当てれば勝つ、よし、勝負あり。あ、燃えた。いや、いい勝負、いいゲームだわ。楽しい、やってて。うわ、いいね、やったやった。うわ、ギリギリだったな。いや、1戦目からガチだな。さあ、決勝戦ですね。相手チームの登場。これはもうほぼ無理なんじゃないかと思ってますけど、さあ、どんなパーティーが来るかな。もうやだ、強いのしか来ない、メタルハンターいる、嫌い、こいつら。そうだね、あれ撃つ。さあ、まあ、解説は不要です。さあ、行きましょう。ここはゲームワークかけてみたい、ゲームワークをかけておきたい。さあ、台が早い、スライムいいね。ここはもう早速ミラクルハッシュでゲームワークにしちゃって。あー、でも、あー、ダメか。さあ、キングダムソードどうだ。いや、効いてる効いてる、大丈夫、そこそこ効いてるよ。いやー、待って、避けない。うわ、はー、強いな。やばい、メタルハンターは本当にいい技しか持ってない。痛恨食らうか。あー、よし、危ね。よし、三段切り、はい、いいぞ。タップダンスは大丈夫じゃないかな。確かタップダンスは攻撃技ではない。よっしゃ、あ、これってあれ、あ、そうだそうだそうだ、あ、来た来た、勝てる、あ、勝てるやん、なんだ。好きなカードを選んで天空の剣で切り裂くのだ。なんもない。あ、さまよろい。さあ、これはな、いい胸熱。何が来んの、てかさまよろい好きやつじゃ何が来んだよ。これは右下のオーブが溜まることによって、とどめの一撃っていう超強力な一撃を取ってるんですよ。今回はね、2戦目の時は大体溜まってることが多いんで、おお、ちょっと待って。回帰不能の回心撃と。勝負あり。よかった。多分このままやってたら、まあ勝てなかったっすね。いいね。あれ、何これ、ん、まさか、あれ、ちょっと待って待って待って、レベル3、レベル3、待って、レベル3、レベル3、やめて、レベル3、レベル3、待って、いや、待って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 、あのダメ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 、あのレベル3、ちょっと待ってくれ。無理、勝てない勝てないってことよ。あれ、2戦勝つと時々こうやって魔王戦に突入してしまうことがあり、まあね、かなりレベル上げたりモンスターを揃えてからやるっていうのが定石なんですけど、これはどうやって勝てばいいんですか。皆さん、これ勝てる方法教えてください。これは無理だって。いや、でもやっていきましょう、負けるわけにはいかない。そうね、簡単に負けるわけにはいかない、ちょっと抵抗しましょう。拳で、いいね、お、いいじゃん、230結構出るんだね、スライム、いいぜ。うわ、灼熱の人気、さあどうだ。これは指でパッチンでしょ、指でパッチンするとこうやってめちゃくちゃ強い。うん、スライム受けた、ナイス、いいよ、スライム受けるのナイス、いけ、剣の舞が炸裂、さあここ B、 いいね、298、いいダメージ与えてるよ、しっかりダメージ与えてる。三段切り、こちらも頑張って、うん、微妙だな。いやー、きついか。とどめの一撃を打つことができれば勝ちなんですよ。そう、だからそれがたまるまでの、うーん、勇気が減る。全ての効果を消し去った。この凍てつカードが強い。三段切りで、うん、迫
ここは行きましょう。1つぶせるのと発動しない。どうやって時間がないぞ。え、あ、来た。効果勇気を込めるのだ。天空の剣に。ああ、いや、行きます。このつばせり合い、A と B ね、行きましょう。勇気の力、これで連打勝負です。おーれー、おれー、勝ったー。とどめる刺激がこれで打ちやすくなりました。いいね、ミラクルフラッシュ252、結構与える。ここは他のさまよれてスライムに頑張ってもらいましょう。ここで、うわー、でもきついか。まだまだ戦況が読めません。きついか。一気に押し切れるか。一気に押し切りましょう。一気に押し切っちゃいましょう。おー、三段切りに行く。一気に押し切れるか。このまま押し切る可能性はある。よし、あとはサマヨルを決めてもらえば勝ち。勝たない。4800、なんか削り切っちゃいました。おお、勝てた。勝負あり。え、すげえ。あれ、普通こういうのっていうのは一元さんがやって、いつもこういう感じでやられて、あの負けるシーンが多かったんですけど、あれ、ちょっと待って、台本と違うな。分かってたんですけど、竜王には人間形態がありまして、その竜王形態を倒す、人間形態を倒すと、まあ、あの本気出すわけなんですよ。ということは、まあ予想通り、あの出るんですよね、闇の覇者。あのですね、まあ、このように竜王が本気出しちゃうんですよ。あのですね、本当にレベル6なんかで勝てるんだろうかと私は思っております。困惑しております。ただちょっとね、思ってたんですけど、これさっきの戦いで勇気が溜まってるので、この5200はまず前半に削れるんですよ。なので削っちゃいましょう。ここは削るしかありません。ただ向こうの左上の黄金も溜まってるので、もしかしたらとどめ打たれる可能性もある。そう、向こうのとど左上もだいぶ溜まってるんだよな。あれ溜まったら負けなんですよ、正直。あれ溜まっちゃうと負けちゃうんだよね。向こうのあのとどめの一撃が発動して自分たちがやられちゃうんで、ちょっと難しいところである。だからこれで打っても安心できないですね。一見まずはダメージで有利になれるんだけど、うわー、効いたね。大丈夫これ。おっと、相手の攻撃。大丈夫これ。おー、あれ、相手のテンションが上がった。まだまだ戦況が読めません。まだ勇気がないから、つばせりができない。あれ、これ、あれ、これ無理じゃないの。あ、ギリ、いや、やるだけやってみましょう。やるだけやるしかないです。さあ、スライムにもね、頑張ってまいりましょう。ここでストライク。はい、いやなー、すぎじゃない。うわ、竜王が灼熱の炎、ベギラゴンを放ちます。ちょっと待ってくれ。あれ、終わったぞ。終わってる。もう無理、もう終わったんだよ。終わってんだって、これ多分。灼熱のバトルです。くそ、落とすよね。今はつばぜり合いを仕掛けられないぞ。今つばせり合い仕掛けられないみたいですね。時間がないぞ。
まあ、正直ちょっと分かってたんですけど、まあ、溜まっちゃうと、竜で、こんなことしてた、竜号で溜まっちゃってたのは、まずかったですね。はい。私も分かってたんですよ。ちょっと分かってました闇の波竜王が、まあ、ものすごいオーラ溜めて思います。闇の波動を放ちました。まあ、こんなものがね、私たちが耐えられるわけもございません。まあ、これがね、基本的にですね、カードとか装備とか揃ってなかったら、だいたいこうなります。模範見せてんじゃん。お、バサカ強いの。バサカは結構強いぞ。まあちょっと分かってました。はーい。大魔王を倒すために勇気を持ってつばぜり合いを仕掛けるのだ、ね、と適度に休憩を入れながら。はーい。というわけで今回アーケードモード楽しくプレイしました。これからね、パートいくつかに分けて長々とちょっとやっていくと思いますが、よろしければお付き合いください。では今回これぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。